皆さんおはようございます、御霊祭りの看板も無事、完成し、本日熊本県五徳神社に寄贈いたします。今日から、8月14日の、御霊祭り当日まで、神社周辺に置かせていただきますので、ぜひともこちらの看板も目を通していただくと嬉しいです。文化の方はでもなかなかデザインが決まらないから、